こんばんは、仕入れ担当のチャイです。今日、今お子ちゃまがうるさかったらすいません。今日はですね、以前もちょっとご紹介したんですけども、またこのシャンパーニュを紹介したいなと。本当ワイン業界価格がもう本当にすごく上がりまくってて、まあ何でもそうだと思うんですけど、本当に値段がどんどん上がってて、特にこのシャンパーニュとフランスのブルゴーニュ、この2地区の値上がりはもう仕入れやってて本当に日々頭が痛いぐらいめちゃくちゃ上がってるんですけども、その中でクリスマスとか年末年始にシャンパーニュ飲みたいっていうお客様多いかなと思って、年末に売り出せるシャンパーニュを結構いろんなものを探しまくって、今回価格交渉をしてですね、以前よりもさらに値下げをできるという奇跡的な価格交渉がうまくいったので、ぜひご報告したいなと思って動画を撮ってもらってます。今、まあ、これ私が調べた限りなんですけども、このシャンパーニュプルミエクリュという格付けを持っております。フランスのシャンパーニュ地方でも一級畑という地区で作られたシャンパーニュ、レミー・シャストリエというシャンパーニュですね。でしかもプルミエクリュ、プルミエクリュってついてて、やっぱりそれだけ品質もいいシャンパーニュなのに3617円ですよ。で、ね、まあ、やっぱ仕入れの工夫がやっぱり非常に必要で、ユーロがクイッと下がった段階で仕入れてあるものを見つけて、でこのシャンパーニュに関しては国内に残ってる在庫全部買い取りました。以前飲んでめちゃくちゃ品質も良かったので、そろそろねクリスマス年末も見えてきてますんで。そうなんですよ、1本ぐらいはねいいワイン開けたいですよね。そうなんですよ、もうやっぱね年末とかねクリスマスといえばシャンパーニュ、まあ味の方もね、まあ、間違いないんですけども、一応もう一回はい確かめていきたいなと。ソムリエさんみたいに継ぐのがうまくないんでこういう継ぎ方になっちゃうんですけど、あ、まあ結構イキイキですね。あ、でやっぱりプルミエクリュなんで色が結構いい感じで熟成して割と濃い感じですね。濃いですね。濃いですよね。あ、でもねもうこの継いでる段階で美味しい、継いでる段階で香りがすごい出てて、もう継いでるだけで美味しいですね。もう白いお花の香りがもう部屋中に舞うぐらい香りすごいですね。泡立ちもすごいこう細かくエレガントにいい泡立ちしてますね。で継いだ瞬間は結構こうスクリュー塗ってる感じなんですけど、まあ、ちょっと今ほんのちょっとなんですけど時間経ってくるとこう純流になってこう泡が出ていく感じですね。シャンパーニュの中でもプルミエがつくとね、やっぱこうエレガンス高級感っていうのがすごい出てきますね。そのスタンダードクラスより高い香りが結構しますね。めちゃくちゃいい、前回飲んだ時よりさらに良くなってますね。前回飲んだの多分半年前ぐらいかなって感じするんですけど、その時よりもっとこう落ち着いてきて、お花の香りとか酸がうまくこうシャンパーニュの中に溶け込んできて、もう飲んだ瞬間から美味しいんですけど、今喋ってるだけでもどんどんこの息が美味しい、そのぐらい美味しいですねこれ。これ正直7,000〜8,000円で売ってる結構メジャーなシャンパーニュ、7,000〜8,000円で売ってる大手メゾンのシャンパーニュより全然いいかもしれないですね。飲んでるだけでも優雅な気分になれる素晴らしいワインですね。でここに合わせていきたいのがじゃん、これうちのお店でも実は大好評のサラミです。でこんな小型な形してるんですけど生サラミなんですよ。周りについてるのが白カビ、いわゆるこうブリーとかカマンベールチーズみたいな白カビがついたサラミ、これ個人的にめちゃくちゃ好きでぜひ紹介したいんですけど、ヨーロッパに、まあ、フランスとかイタリアとかスペインとか行くとこの形の商品めちゃくちゃいっぱい売ってるんですよ。品質的に日本だと要冷蔵になってるものが多いんですけども、フランスとかイタリアとかスペインだと結構常温で売ってて、普通に何て言うんですかね、コンビニの珍味コーナーみたいなところで普通に袋で売ってる商品なんですけども、常温で良さそうですけどね。
いやこれ常温で本当は大丈夫で、うん、あの最近、まあ、2,3 年前にあの某インポーターさんが常温でスペイン のこの手の商品をあの始めたんですけども、まあ、正直常温でも大丈夫は大丈夫なんですけど、一応表記的には用冷蔵になってまして、こちらは銀座の松屋さんとかに入ってる小玉さんっていう超もう生ハム業界の第一人者とうちが、まあ、直接契約してまして、小玉さんから直送でフランス産の白カビサラミっていうのをうちで売ってるので500円です。某大手コーヒーチェーン店さんでもう似たような商品売ってるんですけども、うちの方が量がこれ 70g 入ってますんで、某大手コーヒーチェーン店さんのやつは 50g、 50g と 70g、 70g も入ってて500円、結構これ安いんですよ。でまあぜひね、あのこの手のなんかもう本当にこうスナッキーでおつまみにもしやすいので、とねめっちゃ合うんじゃないかなと思ってたんですよ。用冷蔵なんですけど常温に戻して食べて、今常温に戻したんですけど、常温に戻していただくとこの白カビの香りとかサラミの油の香りとかがすごく華やかになるので、常温で食べるのがおすすめです。はい、マリアージュポイント的にはすいません、88ぐらいですね。最初一瞬結構グーッとこう絡み合って良くなっていくんですけど、ちょっとやっぱサラミの肉感が後から出てきちゃって、こう2人がなんかこう分かれていってしまう。最初は本当にいいんですけど、ちょっとなんか成田離婚的な雰囲気がある、そんなマリアージュだったかな。最初はいいです、はい、ただこれはもう本当に美味しいですし、このシャンパーニュはもう3617円ですよ。もうこれはね絶対買いだと思います。もう諸事情最初の話したように、これ120本しかもないんで、120本で日本から消えてしまいます。なので、ご予約されてももちろんいいですし、店頭に早めに買いに来ていただいてもいいですし、僕も120本のうち3本は最低買いたいなと思っております。はい、ぜひおすすめなんで、レミンシャストリアシャンパーニュお早めによろしくお願いします。